という若い漁師がいました。毎日海に出て魚を取って暮らしています。ある日砂浜で子供たちが亀を石や棒で叩いていました。こらこら、やめなさい、亀がかわいそうだ。浦島太郎は子供たちから亀を助けてやりました。もう捕まるんじゃないぞ。海に返してやると亀は嬉しそうに泳いでいきました。しばらく経ったある日のこと、浦島太郎が釣りをしている、木の亀が波の間から顔を出しました。この前は助けてくれてありがとうございました。お礼に竜宮城へ案内いたします。どうやって行くんだい。私の背中にお乗りください。亀は浦島太郎を乗せて海の中へぐんぐん潜っていきます。サンゴの林を抜けると光が亀を助けてくれたお礼に、どうぞ楽しんでいってください。出迎えてくれたのは美しい乙姫様。浦島太郎のためにお酒やごちそうがたくさん用意してありました。綺麗な色の魚たちがひらりひらりと舞い踊ります。まるで夢のようだ。浦島太郎はうっとりして、時間が経つのも忘れて毎日楽しく過ごしました。そのうちにふと浦島太郎は村のことを思い出しました。お母さんが心配しているだろうな。そろそろ帰ろう。乙姫様は寂しがりましたが、浦島太郎に綺麗な箱を渡して言いました。お土産の玉手箱です。決して蓋を開けずに大切に持っていてください。浦島太郎は玉手箱を受け取ると亀の背中に乗りました。さようなら乙姫様。浜辺の村に着きました。ところが浦島太郎の家がどこにもありません。お母さんの姿も見えません。村のお年寄りに聞いてみると、その人は不思議そうに言いました。浦島太郎といえば300年も前に海で亡くなった人じゃが、なんと浦島太郎が竜宮城へ行っていた間に
箱の蓋を開けると、白い煙が、もくもくもく。あっという間に、浦島太郎は、白ひげの、おじいさんに、